チャオ、ボンジョルノ、トゥッティ。本日は前回作ったポークビンダルーをまたちょっと違う形でアレンジして、まあ、いろいろな作り方があるんですけれども、今回はこのトマトと、まあ、追い玉ねぎを使ったレシピにしてみたいと思います。で、まあ、使うものはこのトマトホールトマト一缶使うと、まあ、トマト味が強くなるかなと思ったので半分使います。で、玉ねぎ一玉を、みじん切りにしたもので、ホールスパイスは、まあ、前回使ったものと同じなんですけれども、倍の量、小さじ2ずつ、ガラムマサラとチリパウダーと、パプリカパウダーを使います。で、お肉自体はもう前日から漬け込んでおきました。で、前回作った時とっても美味しかったので、まあ、前回 500g の豚肉使ったんですけれども、今回は、1キロを使っていこうと思います。あと前回結構お肉大きくて煮込む時間が結構かかったので、今回前回のサイズの半分から3分の1ぐらいの大きさに刻んだものをマリネしてあります。それでは早速作っていきます。ちなみに分量等は、まあ、前回のポークビンダルの、倍量のスパイスを使っておきます。一応スパイスの、量などは書いておこうと思います。では作っていきます。
今回はポークビンダルー貝を作ってみました。前回のポークビンダルーに、トマトですとか追い玉ねぎをすることでどのような変化があるのかを楽しんでみました。玉ねぎの甘みやトマトが入ることで旨味はかなり向上したんじゃないかなと思います。ただシンプルに酸っぱ辛いカレーを食べたい場合には、トマトや玉ねぎを入れなくても良いのかなと思いました。完全に好みだとは思うんですけれども、今回僕はこのトマトと玉ねぎを加えたポークビンダル、とても美味しくできたと思います。また今回は前に作っただしポークキーマを合い盛り方式の盛り付けで作ってみました。副菜は紫キャベツのアグロドルチェともやしのアチャールです。今回もとっても美味しくスパイスカレーを作ることができました。美味しそうだなと思っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではチャオチビディアモー。